人たちってさ、鈴本とかもそうだけどさ、結局小田原の方見てこう喋っちゃうね、関西。ああ、そうですね。俺やっぱ伝わらないからね、やっぱカメラに向かってその食卓にいる人というかね、うん、茶の間の人に、いやこれ美味しいですよっていうのをこう話しかける感じじゃないと。確かに鈴本、小田との距離がなんか近いんですよ。近いよね。あれ何近いんですよ。なんで大好きだから大好きだからですよ。そういう、いやそれはさ、あのプライベートでして、知らない、その要素知らないよ。回る前にベタベタ知らない間に撮ってほしいです。盗撮がいいの？盗撮がいいの？ちなみに2016年10月30日の鈴本のブログにこんなものがございました。こちら、小田ねえポン写真撮ろう、ねえ撮るよ、はい、小林てんてんてん、小田の思いはいつ届くかな。あれ第三者が鈴本、これはあの、うん、私は小田奈々のことが大好きなんですけど、あれ、え、三角関係、鈴本は小田が好き、はい、うん、なんですけど、小田奈々は小林由依のことが好きだから、うん、ちょっと悲しかったんですけど、ちょっとジェラシーなの。ファンの人が見たら喜ぶかなって思ってちょっと写真撮って、そうか、外側から見たポン観察を、はい、でもそのさっきのブログの最後に、うん、私は小田奈々が大好きだけどねみたいな、あー切ない。何、今のアイドルグループってよそで恋愛しちゃダメだけど、グループは別に内側でバンバンやってるんですね、多分ね。すごいな、すごい。これはじゃあ三角関係今後もこうなって続いていくかもしれない。続くんじゃないですか。だって一応小林からの許可が出たから、小田はね、盗撮して、その盗撮してる小田を今度さらにね、鈴本が盗撮すればいいんだもんね。その盗撮してる鈴本また誰かが撮るかもしれない。撮る。このトライアングルは知ってるの？メンバーは。知ってる人、あ、みんな知ってるの？モリアも知ってんだ。はい。なんかいつも鈴本がかわいそうだなって思って見てます。もう同じメンバーが鈴本のことかわいそうだって言ってる。鈴本派なんだね、モリアは。鈴本目線で。だって小田奈々がなんか、みんなの前では、小林由依のことをポンって呼ぶんですけど、うん、ユイポンの前だけユイって呼ぶんですよ。うわどうだろう、小田が怖すぎて、本人の前ではユイって本当にその下の名前だけで呼ぶんだ。その鈴本を好きなメンバーはいないの？あ、いる、シザモン、私メイクさんに通して、私鈴本のこと大好きなんですって通しで伝えてもらいました。人を通して伝えたの？通して。おいガチのやつだね。好きじゃん、このグループ。みんなわけ隔てなく仲いいんですけど、うん、特別な関係がある場合は把握しておきたいということで。なるほど、キャプテンとして、ね、ちょっと調べてまいりました、うん、そういうことで今回は欅坂内の愛の模様を相関図でお見せしたいと思います。あ、いいですね、はい、お願いします。はい、はいはい、まずは以前話題になったこの4人、はいはい、小林、そして小林を追いかける小田、うん、そしてその小田に密かな思いを寄せる鈴本、うん、さらにその鈴本に好意を寄せる志田。そうなんだよ、これはそうだね、はい、前回追うんだよね、どんどん、この4人の関係が明らかになりました、うん、小田奈々はその後どうなの？その後もずっとゆいぽんのこと、ゆいぽん一筋、ユイポン一筋の発言はダメだろう。ユイポンの横を見てみろよ。なんか意外となんかショック受けてるのかなって思ってて、うん、鈴本が、だからなんかこうユイポンって来られると、なんか鈴本のこと考えるともなんかもうわけわかんない感じになって気にする、気にするようになっちゃってんだ。わけわかんなくなってきちゃった。もうこれはややこしくなってきますね。僕は嫌だです。お願いします。読書をしているのにちょっかいを出してくるメンバー、僕は嫌だ。何でしたっけ？読書、読書をしているのにちょっかいを出してくるメンバー、誰なんですかね。ミユとか、うん、ミユ、リサとか、鈴本、リサ、上村とか、冬香とか、はあはあ、アネルとか、ネルも、うん、それがちょっかい出してくる、はい、どういう、こうやって読書してたらここに乗ってきたりとか、なんかミユとかはもうここにこうやってここに座ってきて、なんかここにここに座ってくるの？こっち向きで座ってきたりとか。あ、そうか、鈴本は小田のこと好きだからな。あ、そうか、それがあるから。構っちゃったら、うん、絶対に相手の思うツボだから、うん、絶対に
相手のことは気にせず読む。もうあ、向こうのプラン通り私は動かないぞっていう、うん、はい、え、どういう感じで鈴本、え、あ、ちょっとやってよ、やってよ、なんか鈴本嬉しそう。あ、思いっきり向かい合うんだ。そういうことか。ちょっとすごいな。もうやめて。なんか思った以上になんかちょっとエロい感じするから、ね。やめて。パッと見ね。うん。鈴本すごいスピードで行ったもんね。やっぱ楽しい。なん、鈴本どういうつもりでやるのそれ。怖っ。しかしたらあるのか。どうだ。お。はい。出た鈴本。ちょっと待った。はい、どうぞ。鈴本だ。ここで鈴本だ。昔のネルトみたいにしたっていいから。これはどういうお気持ちですか、鈴本は。小田七菜としか行きたくないなって。すごい、もう小田七菜としか行きたくない。もう他のメンバーは浮かばなかった。他の選択肢はなかったです。ない。うわ、これは小田にとっては重い女が出てきましたね。一択で自分の元へ突き進んでくる。ちなみに鈴本は小田とだったらどんなデート。えー、デートロケですね。デートじゃないです、一応ロケ、ロケっていう。どこでも大丈夫です。でも小田とだったら、はい、小田とならばどこでもいい、うん、それでは運命の発表へと参りましょう。小田の選んだ相手とは。小田は誰を指名したのでしょうか。フリップをオープン。鈴本美穂。カッパ成立。小池が振られた。鈴本涙。でまた振られた小池はずっとハムの方に。ハムの方に。なんだこれ。小池どうですか今。辛いですけど、うん、でも鈴本の方が愛が強いので。あ、ここは譲るという。はい、なるほど、 そうね、そういうことですね。小田は鈴本。鈴本ですね、うん、やっぱ一緒にいて楽だし、なんか私のなんか嫌な部分とかも多分全部好きって言ってくれるだからなんか、うん、何あのいい女。本当にブルゾン寄りになってきたな。鈴本これはもう嬉しいね。嬉しいです、ね、でもちょっと期待があって、なんか最近優しいから、おなんか書いてくれてるかもなって思って。あ、思ってたんだ。ちょっと実感あったんね。とここで一点気になることが。あれ、なんで小林書かなかった。ここなぜなのかっていう。え、だって好きな人と行けなくないですか。ショックだ。鈴本ひょえ。あの顔、ひょえ顔出た。え、どういうことそれ。好きな人とは行けない。だって本当に好きなわけだから、一緒に行ったらちょっと緊張しちゃうし。あれ、なんか自分の嫌なところとか見られたら絶対嫌じゃないですか。あれ、ちょっと鈴本が、鈴本がひどい。結果鈴本これ。でも小田七菜は私のこと好きになってほしくないので、あんまり傷つかない。そうか、小林を追いかけてる小田が好きなんだ、うん、好きなんだ。こう来ちゃったら、うん、あ、大丈夫ってなるので。あ、もう逆に引いちゃうんだ。ちゃうので。すげえ。ああ、でもまあよかったね。2人のロケも見てみたいもん。そうですね、うん、どうする。どう決まって、ロケはどうする。小田の、小田どこ行ってる。あ、USJ 行く。え、はしゃいでんな、おい。USJ 行きたいです。USJ のロケか。いや、だって長澤くんとリカどこ行ったんだっけ。北千住。北千住。北千住だから、じゃあ2人は、柴又。そら、そらさんとこ。確かにね。とりあえず2人はカップル成立ということで、うん、おめでとうございます。さあ、出てまいりました。出た。まずは小田、鈴本、小林の3人でございます。あ、そっか、その3人か。可愛らしい浴衣姿ですね。ナナピウインク。ナナピウインク。ナナピウインク。ねえ、ダニ、花火見よう。ふん。ねえねえ、ゆうこ、一緒に花火見よう。できません。あ、その3人か。なるほど。
その3人なのか全員嫌な気持ちになるってやだやだ誰一人結ばれないというね、やだやだやだ、いつからこうやって仲良くなったのかなっていうのがね、口入れすぎじゃない喋ってよちゃんと。夏行ったじゃん2人で食べるロケ、計画かけ、スイーツ食べるロケ、うん、あの時にはもう好きだったから、うん、あれは世界の時ですよね。今にさらっとさらっと言ってるけど、私はゆいぽん好きになったのは、うん、なんで？え？でも私一番最初の時にね、もうすでに多分ここにゆいぽんがいて、こっちにみなみがいて、でもこの時から可愛いなと思ってて、なんであなたの名前だ、あ、可愛そう、ちょっと度が過ぎてるよね、ね、でも小田真の一番最初に好きになったのは私だと思う、私もそんな気がするでしょ、うん、頑張らそしたらさ、リサが好きとか言ってさ、そしたらさ、ウエムがさ、うん、好きって言ってさ、ね、なんだよみんなみんな好きって言って、小田の顔、緊張しました、あの鈴本が思いをぶつけた瞬間小林の話しだすとこ、ね、なんなんあれ、本当に女性なのあんなに女心分かる、ね、空気読めなさすぎない、あれおじさんたちでも分かるね、そこで小林の話終わったって思う、確かに出ちゃった、今思って怖いなって思いました、怖かったね、うん、ひどいなって、あの時辛かったでしょ鈴本は、あ、小林の話するんだって思いました、ね、そう思うよね、そうだよね、途中ホントテラスハウス見てるみたいな、ね、上みたいなね、で今回ですね鈴本がまあ、いろいろ考えて おもてなししてくれたじゃないですかね、はい、小田のことをね、小田から鈴本にちょっとこうなんかねあるんだよね、うわ、あら、うれ、喜んでるんです、あるんだね、あるんだね、うん、おもてなししてもらったので、うんうん、私がいつもブログで本観察っていうのをやってるんですけど、うん、小林のね、そのミユバージョンで本観察っていうのを書いたので、うん、本観察ではなく門観察、ね、はい、スーパーでこの後小田からのお返しに鈴本が感動、それでは小田から鈴本へのお返しをどうぞ、連載特別編門観察、今日は一日ありがとう、スーパーで買い物しながらはしゃいだり、たくさんお話ししながら料理作ったり楽しかったな、料理作ってたのほぼミユだけどね、ミユがパエリアはイタリア料理だって言ってたけど、後から調べたらスペイン料理って出てきたよ、覚えておいてね、今度はロケじゃなくて普通に遊びに行こうね、いつもありがとう、これ特別ね、門観察、うん、どう鈴本門観察、すっごい嬉しいです、嬉しい、はい、なんか今度遊びに行こうねとか、うん、嬉しいですね、普段言わないので絶対に、うん、鈴本がだって誘ってもちょっと断られちゃったりしてきたんだもんね、はい、まあ実現はしないって分かるんですけど書いてくれてるだけで、そこ分かってるってやっぱだいぶいい女だよね、僕らでもちゃんと今度は言ってあげてよ、え？え？遊びいいですか？え、書いてあったじゃん、書いてあったじゃん、あ、そうですね、うん、え？うわわわ、うわもて遊んでる、最悪、後ろのヤンキーが本当だ、最悪マジで、いや怖えな、あんたこれは素敵な、この感じはやっぱ鈴本とかも分かんの、はい、なんかいつもすごい話もそっけないですし、うん、なんか本当に興味がなくて私に一切なんかみーちゃんは遊びに行ったりしてるんですけど、うん、私本当に一回も行ったことなくて、言ってたもんねロケの時もね、なんでみーちゃん行くんだろうなってすごい思ってて、はい、いや鈴本の話聞いてるとツンしか存在しないけどちゃんとデレはいただいてる、私あまりないかもしれない、ちょっともう鈴本大丈夫かと思っちゃう、そうですね、将来ダメな男に引っかからないでよ、もう、あ、なるほど、鈴本はそれでいいんですね、こいつに対しても冷たい感じで、どうせこいつは追っかけてくるだろうっていう、いいの鈴本はそれで、それでいいの、いいの、罪あるよね、
なんだろう、2人デートみたいな感じで行きたいって思うんですけど、うん、でも多分なんだろう、当日になったら緊張するから行けないです、うん、2人ではなるほど、鈴本は本物なんだな。鈴本しかもやっぱ鈴本はやっぱ追っかけるのが好きなんだね、はい、そうですね、うん、だからここで小田がガンガン鈴本に来ちゃうと多分もう鈴本はってなるかもしれないし、ね、追いかけたいから、うん、何の話してるんですか何付き合ってんのこれ。たまに、たまにあるんですね、テラスハウスみたいな。この番組ちょくちょく、ちょくちょく、これもさって鈴本のさ、この幽体離脱のエピソード切なすぎない？なんか私があの大阪かどこかで小田奈々と二人でホテルになった時に、うん、私が寝れなくて、でもう小田奈々ってすぐ寝ちゃうんですよいつも、はい、で直立で寝てる小田奈々の上に私がこう幽体離脱の離脱する前をやったんですよ、こう乗っかって、うん、そしでも無反応でした。一人乗られてんのにそこまでやったらちょっと何やってんのよみたいな、はい、ないんだね。なかったです。やった側の気持ち辛いですよ、うん、うわどんな感じなんだろうと思ったらもう無反応相当起きるぐらいでしょ。鈴本の気持ちはでも反応してくれるとは思わなかったので普通に乗れて、あ乗れてよかったってどっちもどっちの変態そうですね、両方とも両方すごい、両方とも変態という。まず1人目の挑戦者は鈴本美優。小田とのカップルロケで見事な料理の腕前を披露し、料理上手のイメージが一番強い優勝最有力候補のメンバー。アシスタントは大好きな小田。自信は？でも小田奈々がついてくれるので自信があります。うん、何もう付き合ってるの？は番組側が指定した食材とテーマをもとに料理するメニューを決めていただきます。その食材とテーマとは鶏肉を使った初めて彼に作る料理。そうか、だから、はい、鈴本はパートナーをあの子にしたんですねそういうことですかね。そういうことですね。思いがより思いがそうよ、乗っかるという。同じクラスのあの人が花火大会に誘ってくれた、ねね、二人っきりなんてちょっと緊張しちゃうな。あの人ですね。小田くんって金魚すくい得意だったんだね。ちょっと感心しちゃった。ちっちゃい頃からこれだけは甘かったんだ。髪型かっこいい。てかこの金魚鈴本に似てね。えどこが？ほら目がパッチリ大きくてさ。何それ嬉しくないんだけど。そう褒めたつもりなんだけどな。小田くんかっこいい。小田地毛だよ。あリンゴ飴だ。私リンゴ飴大好きなんだよね。小田くんは好き？あれ小田くん、小田くん、小田くん、せっかく誘ってくれたのに。みゆ、小田くん、バーカ、俺から離れんなよ。あら花火上がった。かっこいいのに。ちょっと最後ね、鈴本さんもう決めだったよね。もうドンでバーッて急に、やばいやばい、急に笑わないようにしようって思ってたら、うん、笑っちゃいました。でも本番の前までずっと私に絶対笑わないでね、絶対笑わないでねって言ってたのに、うん、自分が笑っちゃう、自分が笑っちゃうんだ。鈴本笑った後の小田も大爆笑だもんねなんかいいカップルだなと思ったよ、ね、それはそれでなんか、ね、そういう演出なのかなってちょっと思っちゃうぐらいね。よかったな。いや小田くんはどうだった？鈴本、あかっこよかったです。かっこよかった、ね、小田くんもかっこよかった。確かに小田的にはどう、やってみて。えでも本当にデートしてる気分でやってました、うん、私は。これも結構小田くんの評価も結構高かったよね、うん、なんかね、かっこいい。歩いて出てきた時に、おかっこいい、かっこいいっていう。結構それ地毛でしょ？地毛です、ね、みんななんかみんなウィッグとかつけてるのに、そうそう、自分だけ地毛出てきました。でも、いや小田くんその髪型いいじゃんと思ったそういいかな、かっこいいよ、うん、
小田君小田君どうしたらいいか困ってる顔する。リカどうだった？ダニかっこよかったです。ダニかっこよかった。あらリカもじゃ結構好きなタイプ、この小田君は。めっちゃ悩んでんじゃん。そっか、じゃあ番組終了までに答えを出してもらうということで。そうですね。大関はどうだった？イケメンでした、一応、ね、イケメンだったよ、一応。ちょっと悔しそう。なんだよ、なんなんこの2人のライバル関係。なんなんだよ、このグループ。ベイビー小田だな、最近めちゃうざい。鈴本が最近めっちゃうざい。あの愛は本当に好きだったね。好きの裏返しだと思う。あ、好きの裏返し、そういうのがうざい。そういうのがうざい。ちょっとこうやっぱあんまこう長く付き合ってくとこういう時期がありますね。倦怠期ですね。鈴本が最近小田にひっつかなくなった理由は、なんだろう私が全然何も。すごい問題ですね。そうですよ、やっぱね、鈴本これ正解はなんとなく愛がなくなったからです、ね、なんとなく愛がなくなったから。うわ、何それ。鈴本これ なんでなんだろう、なんとなくっていうのは。徐々に。いや、なんか私が好きだった時にそのウエムとかみーちゃんとかがひっついてるのを見るのがすごく嫌で、だからそういう感情がめんどくさいなって思ったから、あ、じゃあもう好きじゃなくなればこういうめんどくさい感情が自分からなくなるんだって。いや、あっちの方が重症。究極のところまで行ってるじゃん。